ガラス越しの白い朝、いつか窓に忍び寄る、一人過ごす夜はまるで白い地図を見るよ、君の胸のぬくもりをなくした今、どにYou are the one I need.
가 남보 하여 起きても お父ちゃんはもう 靴トントン叩いてはる あんまりうちのことかもてくれはらへんうちの母ちゃんどこに行ってしもたのうちの服をはよ持ってきてか前は学校へそっと会いに来てくれたのにもうおじいちゃんが死んださかいに誰も母ちゃん怒らはらへんで早帰ってきてかスカートが欲しいさかいにチューリップのアプリケついたスカート持ってきて
お父ちゃんも時々買うてくれはるけど、うちやっぱりお母ちゃんに買うてほしい。うちやっぱりお母ちゃんに買うてほしい。うちのお父ちゃん暗いうちから遅まで毎日靴をトントン叩いてはる。あんな一生懸命働いてはるのに、なんでうちの家いつも金がないやろ。みんな貧乏が、みんな貧乏が悪いや。そやでお母ちゃん家を出て行かはった。おじいちゃんにお金のことでいつも大きな声で怒られてはったもん。みんな貧乏のせいや、お母ちゃんちっとも悪ない。チューリップのアプリケついたスカート持ってきて、お父ちゃんも時々買うてくれはるけど、うちやっぱりお母ちゃんに買うてほしい。うちやっぱりお母ちゃんに買うてほしい。
¡Gracias!
懐かしい。泣いて泣いてみたって何になる。里よ、麹終わればそれきり、お祓い箱の俺たちさ。の立ちんぼ世間恨んで何になる。人は誰もわかっちゃくれねえか。だけど俺たちゃ泣かないぜ。働く俺たちの世の中が きっと来るさ。そのうちにしなき次はこれまたいやらしい歌でございます。今のクソクライブ室のはカットされたり修正されたりでスタムの長くテスト版までできとったんですけど発売禁止になったんですけど、これから歌う歌は何でも始めから終わりまでみんなカットになったっていう思想的変更線のどん詰まりの歌でございます。姉は陰梅、妹は芸者、末のちょろまざば口打ち、兄貴は火葬場の骨開い、おいら上野で木開い、こんな一家に誰がした。がいこつがケラケラ笑ってこいたいと、どうせてめらみんなくたばって、おいらみたいになっちまうのによ、誰が偉いもあるもんか、
どうしてそんなにでっかい面をやりたがるのか聞かせておくれよ。ええ年さらしてプロレスごっこの政治家先生、嫌な方やってる方が恥ずかしい骸骨がキラキラ笑って、まあこう言った後、どうせてめえらみんなくたばっておいらみたいになっちまうのによ、そも得もあるもんけ。どうしてそんなに営業通なく儲けたがるのか聞かせておくれよ。よだれ垂らして戦争待ってる資本家先生、エッチビビンチョ1ビリ前の方は失神なさらないでください骸骨がチラチラ笑って、まあこう言った後、どうせてめえらみんなくたばっておいらみたいになっちまうのによ、誰が真面目もあらへんにゃん。どうしてそんなに真面目な顔して人間やめて機械になってる。ゲップに追われてよたよた歩きの労働者の皆さん、おやめになってそんなこと団結しましょう。だって今日は若い人ばかりから分かってもらえるかな、字余り骸骨が真面目な顔してこいた、どうせみんなみんなくたばっておいらみたいになっちまうんだから、せめて命のある間つまらぬことにうろうろしないで、大事に大事に使っておくれよ。一度しかないおまはんの命。私でないような枯れ葉が風に舞うように小舟が漂うように私がもう一度私になるために育ててくれた世界に別れを告げて旅立つ。信じたいために
のか知らない、知っているのはたどり着くところがあることだけ、そこがどこになるのか、そこで何があるのかわからないまま、一人で別れを告げて旅立つ。信じたいために、自分で作った歌を人前で歌い出してからちょうど40周年の記念すべき年を迎えましたが、まあ、ここらで普通拍手があるんですけど、まあいいです。ちょっと今日は打ち合わせが悪いようでありますけど、次に一つラブソングを歌いますけども、この殺伐とした時代において果たして皆さんの感傷に耐えうるものであるかどうか。
何もできないよ。いるのがとてもつらい。せめて君のために歌を書きたいけど、もどかしい想いはうまく歌にならない。今書き留めた君に捧げ Love Song。 君の痛みの深さは分かるはずもない。何か二人遠くなる目の前にいるというのに、そうさ僕は僕、君になれはしない。止めたいい歌君に捧げ Love Song。 Why?
私と一緒になるのだったら、お店を譲らないと言われたの。お店を譲らないと言われたの。私は彼の幸せのため身を引こうと思ってます。二人一緒になれないのなら、彼は言った。だからすべてをあげたこと、悔やんではいない別れて。私は書きたかった。